はい、いつもですね、命のど真ん中ご視聴ありがとうございます。今日はですね、先日プーケットに来たんですけども、その、プーケット滞在期、まあ、12泊13日だったんですけども、その滞在期をですね、Vlog として公開させていただいております。そのですね、動画に来たコメントに対してですね、この動画で返信していきたいというふうに思います。プーケットから帰ってきて2週間になりますので、一応ですね、プーケットの時のですね、その思い出も含めながらですね、感想戦ということでやっていきたいというふうに思います。はい、まずですね、稲垣浩太さんですね、いつもありがとうございます。僕はマレーシア行ったことありますが、治安と交通事情は良くないです。泥棒が逃げていくところを見たり、ガキどもがバイク誤決してたり、谷口さんも気をつけてということで、はい、これプーケット滞在期のですね、1日目に来た、動画に来たコメントですね。はい、ありがとうございます。まあ、マレーシアもですね、そうなんですかね、僕が行ったところもやっぱりですね、この交通事情っていうのはですね、良くないっていうか、そういう文化なのかなというふうに思いました。横断歩道みたいなのはあるんですけども、信号はあってもですね、歩行者の信号がないんですよ。で、向こうはですね、右折じゃなくて左折はですね、信号無視していいっていうルールなんですよね。なんでいつ渡っていいかわからないんですよ。ずっと道にはですね、車が来るので、なので、渡ろうとしている道がですね、赤色になってもですね、どんどんと車が来るような状態でした。なので、渡るときにはですね、勇気がある人しか渡れないというふうに言われているぐらいですね、本当にですね、皆さん、慣れてくれば分かると思うんですけども、もうね、一方の道が来てなかったら、そこを渡って、真ん中で待って、また渡るみたいな、そういうことをですね、皆さんやってましたね。僕もですね、帰る頃までにはですね、それに慣れました。逆にですね、信号のところを待って、そこを渡る方がですね、難しいです。危ないです。はい、で僕もですね、行って2日目だったかな、2日目にもう事故現場を目撃してるんですよ。いや、本当に危ないなと思いました。で、ここにね、マレーシアで誤決とかって書いてありますけども、ね、バイク誤決とかって、向こうもですね、そんな感じです。誤決まではなかったですけど、4人は見たかな。はい、向こう本当にですね、車よりもバイク文化なので、スクーターみたいなのがいっぱい走ってて、それがですね、まあ、2人乗り、3人乗り、4人乗りみたいな感じでですね、行ってるんですよね。しかも向こうはヘルメット文化もないので、なんか見ててですね、危なっかしいなというふうに思いましたけど、まあ、そういう文化なんだなということでですね、はい、それもですね、もう最終的には慣れました。あ、そういうもんなんだなという感じですかね。で、治安に関してはそんなに悪くないかったですね。そのプーケットはですね、そこまで悪いというふうなことはですね、思わなかったです。まあ、マレーシアちょっと行ったことないから比較のしようがないんですけども、マレーシアってあれですかね、銃社会なんですか、どうなんだろう。このタイっていう国はですね、銃社会じゃないんですよね。で、基本的にはですね、タイ人の人たちは、ね、基本的に優しいんじゃないかなというふうにですね、僕はそう思いました。なので、そんなにですね、この治安の悪さはですね、感じなかったです。なので、ちょっとマレーシアも、ね、一度行ってみたいなというふうに思うので、小田さんもね、いつか一緒に行きましょう、タイの方に。また連絡お待ちしております。はい、小田さん、ありがとうございます。お、テラちゃんだ。ヘズマと対戦よろって書いてありますね。これはプーケット3日目に来た動画ですね。なんだろう、ヘズマリュウも来てたんですか、どうなんだろう。これどういうことなんだろう、ヘズマリュウもタイの方に来てたんですかね。あったらですね、話してみたいですよね。そっかそっか。まあ、そのあったらですね、対戦しますよ、もちろん。なんだろう、ブレイキングダウンとかでもですね、結構出てるじゃないですか。僕もほら、この前ムエタイ行ってきたばっかりなんで、ちょっと強くなってるかもしれないです。はい、テラちゃん、ありがとうございます。次に、これデイリーパッセンジャーさんか、デイリーパッセンジャーさんかな。Wow, glad you enjoyed your time in Phuket. Hope you had a great time and will share more stories of your travels ということで、あと、もうちょっと聞かせてねっていう感じだったですね。ありがとうございます。この方は何だろう、どっかで配信されてるんですかね。ちょっと見てみましょうか。チャンネル登録数4000人いらっしゃる。デイリーパッセンジャートラベルズ。この方なんだ。すごいな。ちょっと、まあ、僕見てないんですけども、なんか面白そうなんで、ぜひこの方もですね、チェックしてもらえればと思います。はい。デイリーパッセンジャートラベルズさん、ありがとうございます。はい。次ですね、ともやさんですね。ちょうどタイのニュースが出てましたということで、間違えた。ともやさんですね。これは、4日目ですね。4日目の動画に来た。コメントですね、ともやさん、ちょうどタイのニュースが出てました。観光ハイシーズンに入る2022年10月から主要観光都市にある娯楽施設の営業時間を午前4時までとするよう要請します。現在は2時までらしいですねということで、あ、そうだったんですか、僕これ知らなかったです。今2時までだったんですか、2時っていうのは
AM ですかね、AM の2時ですよね、午前4時までとするように、だから2時間延長するっていうことですね。もうそうした方がいいと思います。本当にですね、このコロナを気にしているの日本ぐらいですよ今。日本、まあアジア、日本、中国、韓国ぐらいですかね。あとはもう気にしてないです。はい、タイもね全然気にしなかったですね。なのでどんどんとですね、こうやって規制がですね緩くなってくるのは世界的にはまあスタンダードなので、これでいいかなというふうに思います。日本もですねこれに追従してほしいんですけども、まあどうなっていくかわからないですね。そっかそっか。まあハイシーズン、確かにですね、ハイシーズン10月からハイシーズンって言ってましたね。タイがですね梅雨と寒気しかないんですよね。ずっと夏で梅雨と寒気しかなくて、僕が行った8月はもう梅雨時期だったんですね。はい、なので、まあ、ちょうど寒気に入るんじゃないですか。だから雨も少なくなってですね、そして天気もよくって、まあ、暑いと思いますけども、でもそれがですねハイシーズンなんでしょうね。いやいや、まあそうなってくれること本当楽しみにしています。そして僕もしかしたらですね、また12月頃行く可能性があるんですよね。このプーケット滞在期でも言ってますけども、ビジネスを立ち上げるというのも一つの目的でしたので、今ですね、その方向性が定まってきて、そしてですね、向こうのですね、向こうに住む日本人の方ですね、キーマンとなるような、そしてですね、通訳の方ともですね、つながって、それからですね、まあ、バイリンガルの方ともつながったので、まあ、いろんなことができそうかなというふうに思っております。またそのですね、関係の動画も出していこうというふうに思ってますので、ぜひぜひまたチェックしていただいて、もしよろしければ、12月か。で、来年のですね、8月頃も企画を立てようと思ってますので、それで一緒に行けたら嬉しいです。はい、ぜひぜひ考えておいてください。はい、ともやさん、ありがとうございます。次にですね、ファイヤーして自由になり人、りょうさんですね。あ、自由なりょうさんか。自由な人、りょうさんか。ありがとうございます。サルと、コモドドラゴンみたいなおトカゲもいますね、ということで、これあれですね、7日目ですね、僕が猿に噛まれた日ですね、プーケットで。はい、これも本当に最悪でした。皆さん本当にお気をつけくださいね。野生動物だけはですね、ダメ、近づいちゃダメ。はい。向こうにコモドドラゴンみたいなオオトカゲいました。なんて言うんでしたっけ、あの名前。なんだったっけな。ワグナ。なんかそんな名前ですよね。そっか、いたんだ。そっかそっか、僕それ気づかず、もう猿に夢中でしたね。猿に夢中で噛まれてしまうと。で、噛まれるとですね、どうしても、まあ、破傷風と狂犬病ですね。この2つからはですね、身を守らなきゃいけないです。はい。なので、まあ、破傷風はですね、まあ、ちっちゃい頃のこのワクチンが効いてるんじゃないかということで、1回のワクチンで済んだんですけども、狂犬病に関してはですね、5回打たなきゃいけないです。1ヶ月のうちに。はい。で、僕はですね、今4回目終わってですね、1回目、2回目が、プーケットの方で打って、で3回目が東京、まあ、羽田に帰ってきてすぐ東京で打ちました。そして4回目がですね、この田舎熊本に帰ってきて打ったんですけども、またそこで吸ったもんだがあったんですよ。それはですね、ハンターキャンピングの方でお話しさせていただこうと思います。今度はですね、まあ、このチャンネル内で やりますので、もうねすごかったです。はい。まあ、ちょっとした医療事故ですね。ちょっとした医療事故が起こりました。なのでそれもですね、ちょっとお話しさせていただこうかなと思いますので、はい。まあ、この動画もう一度見ていただいてですね、向こうの方にトカゲがいるみたいですので、モンキーアイランド の、まあ、その砂浜ですよね、そのビーチの方にトカゲがいると、それもですね見ていただければなと思います。そしてですね、僕がですね、噛まれてですね、どんなことになったかっていうのをですね、ちょっとねそれもぜひ見ていただきたいです。はい、ファイヤーして自由な人、りょうさん、ありがとうございます。次ですね、 ST さんですね。はい、プーケット滞在期すべて楽しみさせてもらいました。わー、すごいな、ありがとうございます。息子さんの学校、もともとフィリピンを希望していて、ワクチン要件で、ダメになりタイにしたということですが、マレーシア等ではなくタイにした理由は何でしょうか。うちは子どもたちと親子留学を検討しており、参考にさせていただきたいです、ということで、はい、ですね、タイが確かにですね、フィリピンをフィリピンのインターナショナルスクールに行くことですね、ずっとやってきてたんですけども、それがですね、試験を受けてから分かったんですけども、ワクチンがないと入れないということになりました。はい。なのでワクチン2回接種しないと入れないということなので、ちょっとねそれはですね、僕としては許容できないということで、息子とも話してですね、そこは諦めようということにしました。で、それで、ワクチンなしで入れるところというふうに探したときにですね、その時はですね、タイしかなかったんですよ。確かね、マレーシアもちょっと今は分かりませんけども、ワクチン必須だったんですよね。なので、マレーシアも避けた記憶があります。今はちょっとね、どうなってるかわからないです。今ね、オーストラリアも空きましたし、もうマレーシアももしかしたら空いてるのかもしれないですね。ワクチンなしで入れるようになってるのかもしれないんですけども、僕はそのタイを、やめると決断して次の国を見つけようとした時にはですね、アジアで空いてるのがタイしかなかったですね。なので、まあ、タイにしたという経緯があります。はい。
なので今ですね、まあ、いろんなところが空いてきてるみたいなので、ちょっとね、もっと僕も視野を広げようかなというふうには思ってるんですけども、今息子もまだタイに行ってますし、まあ、ちょっとね、タイでいいところがあればそこでもいいのかなというふうに思っております。で、このインターナショナルスクールなんですけども、やっぱりですね、アジアで行った方が安いんですよ。そういうですね、マレーシアも安いかもしれませんし、そのタイとかですね、まあ、フィリピンもそうなんですけども、やっぱりちょっとね、その先進国と比べると、同じ、その やることはまあカリクラムが同じで、安ければ安い方がいいかなということで、まあ、そちらにしました。今ですね、日本の給料もですね、かなり下がってきて、下がってるというより、外国との、その価格差がですね、こうなくなってきているような状態で、先進国に行かせるのは、ね、ちょっとね、厳しいかなと。サラリーマンではですね、ちょっと厳しいんじゃないかというふうに思います。日本のサラリーマンではですね。なので、アジア圏内で同じようなですね、その、同じカリキュラムで同じレベルなのだ、なんだったら、まあ、アジアの方に行かせようということで、今回ですね、タイの方にさせていただきました。はい。まあでも、マレーシアが空いてるのであれば、全然僕はそれでいいと思います。はい。で、ですね、今度ですね、僕がこう会社をですね、まあ、立ち上げる予定なんですけども、それですね、こういう親子留学とかもできる、まあ、そういうものをですね、作っていこうかなと、エージェント的なものをですね、作っていこうかなというふうに思っておりますので、ぜひですね、僕の会社が立ち上がったら、そちらもですね、その留学の検討の一つにですね、していただければなというふうに思います。はい、ST さん、ありがとうございます。次にですね、あ、富谷さん、今度はですね、10日目、あ、ムエタイか、あ、ムエタイとドリアンを食べた時ですね、あ、ムエタイ、はい。昔日本の K1 でも活躍していたムエタイのブアカオですねと、タイでは神のような存在なのでしょうかということで、はい、ブアカオのことはですね、皆さんご存知ですね。ブアカオはタイの事務所だったかな、確かね、タイ所属ですよね、うん、この前三浦孝太さんとやりましたよね、うん、そうそうそう、その話題も出てました。で、三浦孝太も結構人気者ですよね、タイで、うん、もうブアカオはね、本当にもう神です、神です、はい、彼はですね、すごいですよね、もう知らない人がいないと思います、タイでは、そのぐらい国民的な英雄なので、ただミューロコータもすごいタイでは人気らしいですね、うん、なんか、それは聞いてですね、そうなんだって思いました、はい、で、タイに行ってですね、ムエタイに行って、ちょっとね、ブアカオ選手とか、あとはですね、まあ、木戸選手とか、あとタケル選手も行ってたみたいなんで、会えるかなと思ったんですけども、ちょっとね、違いましたね、自分が違ってですね、会えなかったんですけども、はい、もうぜひ会ったらですね、お話したいなと思ってたので、でもですね、そういう選手もやっぱりタイに行くんだなと思いました。あ、プーケットですもんね、行ってたのがね、行ってた先がプーケットで、結局プーケットね、本当にポテンシャルあるなっていうふうに思いました。で、楽しかったですよ、ムエタイ。非常に楽しかったです。僕はミット打ちとかしたことないんですけども、本当楽しかったです。はい。ただやっぱりね、僕ずっとやってたのが空手なんで、空手のこう、間合いとですね、このスタンスとかがですね、ちょっと違ったので、その辺はちょっと苦しんだんですけども、でも楽しかったですね。はい、ぜひ一緒に行きましょう。ムエタイ一緒に行きましょう、ムエタイ。ムエタイ面白いです。はい、トモヤさん、ありがとうございます。お、テラちゃん、またこのドリアンの、これですね、10日目の動画ですね。はい、ドリアンってなってますね。食べたことあります？ドリアン。いや、めちゃくちゃ美味しいって聞いてたので、なんかこう、匂いはきついけど、すごい食べたら美味しいですよって聞いてたんですけど、いや、美味しくない。ドリアンそんなに美味しくないぞ。どうなんだろう。てっちゃん食べたことあります？まあもしないのであれば進めない。そんなに美味しくないかったです。まあでもあれか、夢を潰すようなことを言ったらダメですね。はい。てらちゃんありがとうございます。てらちゃんも一緒に行こう。タイに。よろしくです。あ、石田二郎さんだ。この方がですね、タイで僕をアテンドしてくれた方ですね。その、ムエタイ。はい。谷口さん、今日もハードでした。ご紹介ありがとうございます。ちなみに、海南ではなく、南海ですよってなって、僕が場所を間違えて言ってるんですかね。はい、これ、プーケットの11日目でですね、ここでですね、スパーリングしてる相手がこの方ですね、石田二郎さん。WLP という会社をやられてまして、この方がですね、この、タイ留学をこう、推してらっしゃる方ですね。今回ですね、タイに行く、行くまではですね、まだそこに行くかどうかも決まってなかったんですけども、タイに行ってからですね、こう電話とかをさせていただいて、そこに行くことが決まりました。なので、この方がですね、このタイの、なんだ、ムエタイ留学をアテンドされてるエージェントさんですね。はい。なので、ぜひぜひ、この方、このね、11話見ていただければですね、一緒にですね、スパーリングやって、そしてですね、その後対談もしてますので、そちらもですね、見ていただければなというふうに思います。はい、石田二郎さんありがとうございます。あ、石田二郎さんは明後日か明後日帰ってこられるんですよね。はい、僕よりも2日
後に来られて1ヶ月間の滞在でずっとムエタイ留学されてますの で日本人の方もですね、11名かな11名ぐらい来られてて、はい、本当に盛り上がってますよ、ムエタイ留学も。でムエタイ留学はほとんどの方が素人でしたので、いや全然素人でも行けるんだなというふうに思いました。はい、石田二郎さんありがとうございます。次ですね、はい、なんていうんですかね、ジャドウティカバさんかな、はい、ありがとうございます。お酒とドリアンは体に危険なコンボですよ、胃で爆発してしまいますよっていうことで、え、本当ですか、これ知らなかった。あ、ダメなんだ。あ、ドリアンとこの時ですね、こうビール飲みながらドリアンを食べたんですよね。あ、その相性が良くなくて美味しくなく感じたのかな。あ、でもよかった。え、爆発するんだ。そんな感じなんですかね、一緒にこうなるとなんかこう揮発化していくんですかね。知らなかったです。皆さんもお気をつけください。お酒とドリアンは一緒に食べるのは禁忌です。危ないです。はい、で爆発しますということらしいです。はい、これもですねドリアン食べてるところ10日目にありますので、ぜひですね見てください。次ですね、虹色さんですね。事故ではないです。あー、これか、プーケット12日目ということで、これですね、ムエタイ終わってですね、やっぱりこうなんでタイに行ったらですね、タイ式マッサージ、タイ式の古式マッサージっていうんですかをこうやりたいなって思ったんですよ。僕もやったことなかったし。で、ちょっとね、入ったお店がどうなのか、それとも全部そうなのかわからないんですけども、ちょっとね事故動画になってしまったんですよ。はい、まあ、このね動画でもですね詳しく話してるんですけども、まあ、僕もですね、まあ、ちょっと若い女性の方にやってもらいたいなっていう、こう、まあ、ちょっと、ね、下心出していってしまって、で本当にですね、でも全身のマッサージをしてもらおうと思ったんですよ。まあ、どういうの か体験もしたかったし、そしたらですね、まあ、すごいこう色っぽい声で誘われてたんです、そもそもが。あ、なんかこう色っぽい声で誘ってくるからいいなと思って、まあ、お若い方だし綺麗な方だったので、でそこにこう入ったわけですよね。でこうね、大きなこう明るいところがあって、そこに行くのかなと思ったら、いやいや、こっちだよこっちだよこっちだよって言って、廊下をですね、細い廊下を、暗い廊下を連れてって、こう2階に上がっていって、部屋が2つあるようなところだったんですよ。あ、ここでやるんだと思って、まあ、そこですね、まあ、もう真っ裸にされたっていう感じですかね。はい、そして、まあ、事故が起きてしまったということです。はい、で事故ではないですと虹色さんが言われてるんですけども、まあ、確信犯っていうことですかね。そこはですね、ちょっと明言は避けたいなというふうに思います。すいません。はい、一応事故動画ということで。いや、でも本当に知らずに行ったので、はい、そこだけはですね、知らなかったっていうことだけは一応そこは、はい、ということにしておいていただければなと思います。はい、結局ですね、その後追加料金を払わされるということになってしまいました。はい、まあでもどうなんですか、こういうところが多いんですかね、本当に。ちょっとそこはね、本当に分からなかったですね。あー、どうなんだろう。まあでもそうなりますよねっていう感じですね。で僕で、そうあのね、部屋に入った時に電気つけてくれってずっと言ってたんですよ、動画撮りたかったから。本当にそのつもりがなくて、電気つけようよって、明るくしてくれって言ったら電気ダメ、あとはその動画もダメっていうわけですよ、撮るのダメ。じゃあ最初だけ撮らせてくれっていう感じで撮ってたら、途中からですね、ダメだダメだって切られたんですよね。でそこからこうマッサージが始まったんですけども、なんかね、そういう風なことになってしまいました。はい、何回も言いますけども、自己動画ですからね。自己動画ということで、虹色さん、はい、そこは詮索しないようによろしくお願いします。はい、ありがとうございます。次ですね、あ、これも12日目ですね、 ST さんですね。あ、病院と PCR 検査所以外ではマスクの人はいないっぽいですが、空港とかバンコク市内ではどうなんでしょうか。マレーシアではまだまだマスク、タイもマスクでツイート見たのでということで、あ、そうですね、バンコクに関してはですね、まずプーケットもですね、お店の方はあとマスクしてらっしゃいます。ただその周りに出てる人たち、その普通の方々はもうマスク一切してらっしゃいません。お店の方とですね、それから病院関係、まあ、PCR 検査もそうだったんですけども、そういうところはですね、マスクをしてらっしゃいますし、そして病院とですね、 PCR のところはですね、マスクをしてくださいというふうに言われます。僕も実際に病院ではマスクしてくださいって言われましたし、そしてですね、 PCR 検査のところでもですね、マスクは持ってないですかっていうことは聞かれました。でも PCR のところではマスクはしませんでした。大丈夫ですというふうに最終的には言われたので、はい、でバンコクなんですけども、バンコクの僕は空港にしか降り立ってないんですけども、空港はですね、やっぱり 50% ぐらいの方がマスクしていらっしゃいます。でマスク率高いなというふうに思いました。それも空港の中なので、空港の外はですね、もっと高いと思います。はい、空港ですね、あの抜けてしまえば、中に入ってしまえば皆さん外されるんですよ。日本でもそうだったです。日本もですね、空港の外っていうか、あの受付するまでですね、
搭乗手続きして中に入るまではですね、皆さんはめてらっしゃいます。そして中に入ったら日本ではですね、2割ぐらいの人が外してらっしゃいます。はい。で、バンコクに関しては 50% ぐらいだと思います。はい、空港の中でですね。なので空港の人はもっと、ね、あるんじゃないかな。だから 70% から 80% の人はもしかしたらマスクをつけてらっしゃるかもしれないです。わからないです、そこは。はい。で、マレーシアもマスクなんですかね。どうなんだろう。だからもう僕はそういうところ行きたくないと思ってるんですよ。マスクをしなきゃいけないようなところはですね。はい。今僕は日本でもほぼマスクつけてないので、この前ですね、この前もだから4回目のワクチン注射行った時にもマスクなくてですね、買いましたよ、途中で。途中で買っ、病院で買ってくれって言われて、そこで買いました。それぐらいもう本当に持ってないです、今。はい。なので、まあ、できればですね、マスクしなくてもいいようなところに行きたいし、マスクしててもいいんですよ。他の方がマスクされても全然いいんですけども、マスクを許容されるところだけには行きたくないです。例えば、お店に入るときにマスクしてくださいとか。それがまさに今、日本ですよね。マスクしないとお店にも入れないし、なんだったら、飲食店も入るときにはマスクしなきゃいけない。食べるときにはマスク外す。意味がわからないです、それも。なので、まあそうやってですね、マスクする方はするで自由で構わないし、マスクしない人もしないで自由で構わないっていう、やっぱりそういう社会のところに行きたいです。で、プーケットはまさにそうで、もうマスクしててもいいし、してなくてもいいっていうような状態。で、バンコクもそうだと思います。多分全員がしてるわけではないので。バンコクもそうだと思うし、マレーシアもですね、強要は日本みたいに強要はされないというふうに思うので、まあ、そういうところは大丈夫なんですけども、やっぱりですね、強要されるようなところは行きたくないですかね。で、やっぱり日本人、その僕プーケットで数名ほどですね、旅行できた日本人だなっていう方にはお会いしたんですけども、やっぱりマスクはめてらっしゃいますね。もう外せばいいのにと思って、で、怖いんだったら来なきゃいいのにと思ったんですよね、正直なところ言うと。だから、まあ、どうなんですかね。バンコク市内もマスク率は高い方だとは思いますね。はい。ちょっとね、マレーシアの話も聞きたいので、ぜひマレーシアの情報も入れていただいて、もしマレーシアに行かれることがあったらぜひ教えてください。はい、よろしくお願いします。はい、ST さんありがとうございます。次に、小鳥さんですね、いろいろな体験されたんですね。狂犬病の予防接種、帰国後の手続きなど気になります。うちの病院でもやっているのでしょうか。外来で聞いたことないので、よければ帰国後の状況も教えてほしいです、ということで。あ、そうですね、ありがとうございます。ですね、そう、狂犬病、それもこの12日目のところに来てるんだ。狂犬病にですね、日本での接種をやるっていうのはですね、ぶっちゃけすごくハードル高かったです。びっくりしました、僕も。で、ですね、狂犬病のワクチン、日本やっぱりですね、狂犬病はほぼないんですよ。今ですね、この国内発症がないんですよ、狂犬病の。で、狂犬病のそのワクチンを置いてるところももう少ないです。なので、日本で受けようと思うとですね、その僕はプーケットで、その受けてたので、プーケットはどこにでも病院のどこにでも狂犬病のワクチンがあるようなところだったので、そうかなと思ってた、日本に帰ってきたらそうかなと思ってたけど、日本は難しかったです。はい。なので、一応ですね、検疫のところですね、日本に帰ってきて羽田空港の検疫のところで紹介状を書いてもらわなきゃいけないです。まず検疫で紹介状を書いて、どういうことがあったのかということを検疫で伝えて、そして僕は別室に通されていろいろ聞かれてですね、それから紹介状みたいなのがあって、これを持ってこの病院に行ってくださいというふうに言われました。僕その帰った日がですね、ワクチン接種日だったので、もう東京で受けようと思って、すぐにですね、東京のなんだっけ、その感染症病があるセンターのところにですね、すぐに移動してください、こちらにこれを持って行ってください、電話しておきますというような感じだったですね。で、そこでですね、ワクチンは受けることができました。で、それからですね、僕は熊本出身なので熊本に帰ってきたんですけども、そこからが大変でした。はい、熊本にですね、ワクチン接種受けれるところっていうのがですね、その検疫所で聞いたのが3カ所だったんですね。はい、日赤と国立医療センターと、天草だったかな、あとは桜十字病院もあったか、その4カ所だったんですけども、ですね、まあ、日赤にあるだろうと思って、熊本日赤ですね、熊本日赤にあるだろうと思って電話したらですね、もうコロナの対応で忙しいということで門前払いされたんですよ。はぁってなって、いやいや、こっちね、もう暴露後なんでちょっとやばいじゃないですか。ほら、はぁってなって、そして今度はですね、医療センター、熊本のですね、医療センターに電話したんですよ。そこもだって、そのね、関連施設がそのワクチンできるっていう指定病院になってたので、そしたらですね、暴露後感染してないって言われたんですよ。暴露っていうのはもう噛まれた後ですね、予防接種、先に予防接種する分にはしますけども、暴露後接種はない、暴露後はないって言われたんですよ。それでってなって、まあ、それではまたびっくりですよね。あ、できないんだと思って、そして、桜十字もですね、断られて、桜十字の方で、それは保健所の方に電話してもらった方がいいと思いますよって言われたんですよ。
もう3カ所も断られてるわけじゃないですか。うわ、こんなできないんだと思って、保健所のところに電話して、まあ、最後の一つがですね、この天草中央病院ですかね、そこでできますよっていうふうに言われたんですよ。で、僕それ知ってたんですけども、遠いんですよ、僕のところから3時間かかるし。でももうね、熊本で受けるところがないならしょうがないということで、そこに電話して、そしたらですね、そこにあるんですけど、あ、できるんだけども、取り寄せなきゃいけないと。なのでワクチン置いてないんですよ。だから当日もしね、当日野生動物に飼われてですね、日本でですね、野生動物に噛まれてですね、当日そのワクチンを受けるというのはですね、多分無理だと思います。特に田舎だったら。運よくそのワクチンがあればいいですけども、ほとんど今ワクチンが出なくてですね、在庫を取り寄せないとないような状態らしいんですよ。まあこれはもうしょうがないと思うんですよね。それだけ日本が、まあ安全な国っていうふうにも言えるから、それは全然しょうがないことだと思うんですけども、ただですね、そっから本当にもう電話ではたらい回しにされるし、いや、こんなにその接種受けるの大変なんだということは痛感しました。はい。なのでそれはですね、本当にまあこういうことがないのが一番いいんですけども、やっぱりですね、こう最初の一歩目がやっぱ大切だと思うんですよ。ワクチンをそのどの段階で受けるかということがですね。なので僕はですね、そのタイではですね、本当にすぐ受けられたので、それは本当に良かったなというふうに思っております。なので帰国するとですね、狂犬病に関してはですね、やっぱりこう安全な国になっているので、ね、日本が。それはそれで、またこう狂犬病のワクチンを受けるのは大変でしたよということです。はい、小鳥さんありがとうございます。あ、また小鳥さんだ。今度8日目、あ、次の日のですね、の動画に来たんですね。海外で医療機関受診するのって大変そうなイメージです。言葉の壁が。谷口さんはどうやって勉強されてるんですか。英語勉強されてるんですかということで。僕は勉強してません。はい、勉強基本的にしないですね。しばらくですね、そのフィリピンに行こうと思ってた時に、フィリピンの学校を受ける前にですね、6ヶ月ほど、まあ、英会話のですね、授業を受けたんですけども、ほぼ最終的にはやる気がなくなりました。なので僕はですね、もう行かないとダメだと思って、行っても使う、聞いて使う、聞いて使うを繰り返さないと僕はできないと思うので、この日本でですね、勉強するのは僕の性には合ってないなということで、勉強は基本的にしてません。なので行って、この必要に駆られて行ったりとか、あとはですね、人の真似をするっていうのはよくやります。あ、こういう使い回しするんだとかっていうのをですね、この人が言ったことを聞いて、それをまたすぐ使うとか、そういう風な感じですね、こうやって入れていくような形ですね。で、僕はですね、29歳の時だから、もう20年ぐらい前、17、18年前ですか、オーストラリアに1年間住んでたので、その時も一切勉強せずに行ったんですよ。一切勉強せずに。でも帰ってくる頃にですね、なんとなくその言いたいことが言えるような状態にはなってたので、なので、まあ、このやり方が僕には一番合ってるなということで、基本的には一切勉強はしないです。なので僕の文法はぐちゃぐちゃだし、ぐちゃぐちゃだと思うし、まあ、僕も文法わからないのでぐちゃぐちゃだと思いますし、本当にですね、こう言いたいことをこう単語をこう連ねて言っているというようなこと、そして決まり文句みたいなのはですね、それをこうまた途中途中に挟みながら、まあ、話せてる風でやっているような形です。はい、なので勉強はしておりません。ただ僕の真似はしない方がいいと思います。勉強はね、本当にしといて損はないと思うので、はい、日本人は文法が得意なので、文法はですね、中学校レベルの文法は勉強してもいいのかなとは思いますね。はい、僕はもう全然中学校2年生ぐらいまでだったら僕なんとかやるんですけど、中学校3年生レベルの文法はわからないと思うのでなので中学生レベルの文法を勉強するのはまあありかなとは思います。はい、小鳥さんありがとうございます。あ、もう一つ来てる、ありがとうございます。ショッピング楽しそうですね。これ5日目の裏路地ですね。あ、プーケット滞在中に食べたもので何が一番美味しかったですか。何が一番美味しかったかな。まあ、パッと浮かぶのはやっぱカレーはですね、あ、美味しいなと思いました。僕ココナッツの風味のカレーがですね、日本で食べるのはあんまり好きじゃないんですけども、なんか向こうに行ったらですね、あ、ココナッツ風味もありだなっていうふうに思いましたね。あと美味しかったもので言えばですね、あ、ヌードル系は美味しかったです。なんか屋台のですね、こう麺類、まあ、米でできてる麺っていうふうに言われてたんですけどタイって結構ヌードル食べるんですよね。で、ヌードルもですね、この汁、どういうヌードルかっていうのを決めて、麺をですね、5種類ぐらいから決めれるんですよ。なので、それもですね、こう選ぶのも楽しかったし、いや、美味しかったですよ。ヌードル系も美味しかったです。あと、フルーツはですね、基本美味しかったですね。うん、マンゴー美味しかったです、すごく。うん。食べ物、あと、トムヤンくんも食べたんですけども、トムヤンくん、スープとしてはすごい濃厚で、スープとしては僕は好きなんですけども、なんかこう、好んでたくさん食べようかなっていう気には、慣れなかったですね。あれ、ガブガブ食べるようなもんじゃないですね、トムヤムくんはですね。何が美味しかった？うん、でもそのくらいですかね。あんまりこう食に関しては、こう、びっくりするっていうか、あ、これすごく美味しいっていうのはですね、なかったですね。美味しくないのはありましたね、スーパーの寿司。これはまずかったです。非常に。やばかったです。うん。だからまあ、その、美味しい、これ特別美味しいなっていうのは、その、そこまではなかったんですけども、
というよりやっぱりね、日本が美味しいんだと思いますよ、食事は。やっぱり、タイにこうハマる人はですね、ドハマりする方もいらっしゃるんですけども、タイ料理にもドハマりして、タイのこの文化にドハマりする方いらっしゃるんですけども、でもなんだかんだ言ってもやっぱりですね、タイ米より日本米の方が美味しいなっていうふうに思いました。それはもう食べ慣れてるしですね、だから、特別こう美味しいなと思うのはですね、こうなかったですかね、ただフルーツは美味しいです、トロピカルなフルーツはですね、美味しかったですね。はい、小鳥さんありがとうございます。はい、次にですね、ヨシキさんですね、自己動画っていうことにしておきましょうということで、はい、これですね、12日目の体式マッサージのあれですね、はい、自己動画ということにしておいてくださいでもまあこういう店で結構あるんじゃないですか、向こうは。だからまあ自己動画ですヨシキさんありがとうございますあ、テラちゃん、無駄なことしないと合理的になれないバイイチローって書いてますね。あ、これですか、プーケット帰ってきた時のとですね。まあ本当帰ってきてですね、この病院に行ったんですけども、本当ね、無駄が多かったですね。海外のですね、病院ってですね、もう入ったらですね、予約なしですぐポンポンポンって行けるんですよ。日本はですね、どうしてもこう行けないので、まあ、待たなきゃいけないし、まあ、その辺ですね、それのこと言われてるのかな、合理的になれないっていうのは。はい、すごいな、もうテラちゃんいろんなこと知ってるから。はい、テラちゃん外国行ったことありますか。外国行ったことある国を教えてください。お願いします。次ですね。あ、よしきさんありがとうございます。これも13日目ですね。谷口さんお疲れ様でした。私は海外は韓国と中国しか行ったことがないんですが、次に行くのはタイのプーケット、ピピ島を含むに決めました。おお、いいですね。猿には要注意ですね、ということで、はい。ぜひ、猿にはですね、注意してください。もう猿島はね、行かない方がいいです。で、あっちね、犬とかもいるので、犬とかもね、こう噛んでくるような素振りはなかったんですけども、あ、うちの子追いかけられたって言ってたな、犬に。だから犬とかもいるので、そこの辺もですね、気をつけていただければなと思います。で、行くときでは一緒に行きましょう。僕はあの今年もう1回と、あと来年の8月にはですね、行こうかなというふうに思ってますので、今年の12月ぐらいに1回と来年の8月に行こうかなと思っております。ぜひぜひ、一緒に行きましょう。はい、ピピ島も僕が案内します。はい、もうタイのことは僕にお任せください。2週間しかいなかったのに、もう全部知ったような感じでいますけども、はい、まあいろいろですね、まあ、2週間もいるとやっぱ分かってきましたね、いろんなことが。だから、ああもうタイはなんかルールが分かれば大丈夫っていう感じですね。そのなんだろう、どういうところで日本人がボラれるかとか、あとタクシーのルールだとか、そういうのも分かったので、面白かったですよ。はい、ぜひぜひよしきさん一緒に行きましょう。また僕の動画見てですね、案内をかけると思いますので、ぜひその時にですね、応募していただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、次、虹色さんですね。プーケット滞在記めちゃくちゃ面白かったということで、いやいやいや、ありがとうございます。全部見られたんですかね、どうなんだろう、全部見ていただいたんですかね僕のね、動画これ長いんで、全部こう普通に見たら10時間ぐらいかかるんじゃないですか。まあ、倍速再生でも5時間ぐらいかかると思います。いや、それを見ていただいていることは本当にありがとうございます。嬉しいです。いやいや、まあね、普通ですね、まあ、普通の YouTube でこういう Vlog とかされてる方っていうのはですね、まあ、例えばこう一つのものに焦点を絞ってそれを配信するっていうやり方なんですけども、僕はですね、1日のもうその流れをですね、全部配信してますので、まあちょっとね、そのいろんなこうジャンルに分かれてるんですけども、分かれてるというか、いろんなジャンルが入ってくるんですけども、まあ、それを見ていただいて、本当にですね、こう面白いって言っていただける方はですね、たくさんいらっしゃるんですよ、これでも。はい、本当に面白かったって。はい、なので本当にこう虹色さんも見ていただいて、もう本当にこちらも嬉しく思います。はい、このやり方はまあこのやり方で、はい、まあ、こういうやり方もあるんだよということでですね、僕はこのやり方でやっていこうかなと思っておりますので、はい、今後ともですね、よろしくお願いします。またですね、海外の方に行ったらですね、こういう動画撮りたいと思いますし、そしてですね、今後またちょっとあった後涼しくなってきたら、またキャンプも始めますので、ハンターキャンピングの方もですね、同じようなやり方です。はい、とにかくまあ話していくスタイルで、はい、やっていきますので、あと動画の編集はですね、ギュッとそれをするだけなのでそのスタイルでやっていきますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、僕のですね、本当素の谷口総主が、はい、そこに出てるんじゃないかなと思います。ぜひですね、今後ともよろしくお願いします。はい、今回はですね、プーケット滞在記の方ですね、本当にご視聴いただきありがとうございます。そしてですね、このコメント返しもですね、ここまで見られたと言われるあなたはですね、本当にありがとうございます。はい、こちらの動画にもですね、コメントをお待ちしてますので、よろしくお願いします。で、今後ともですね、まあいろんなこういう動画をですね、撮っていきたいというふうに思っておりますので、ぜひですね、見ていただければ大変嬉しいです。はい、今後ともよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。じゃあねー。